2000XX 年、宇宙からの謎の飛翔体により神保町は滅びの炎に包まれた。血は焦げ、全ての生物が死滅したかのように見えた。だが人類は死滅していなかった。神保町は一人の女によって支配され、強さが全ての世界となった。しかしそこに立ち向かう一つの人影、いや蛇影があった。ここはどこですの？何かがおかしいですの。心なしか作画もちょっと違う気がしますの。おいおい、どうなってんだよ。私が愛し愛された神保町は歌まで出してるんだぞ。お、ユリネキングダムだと？ユリネ様、何かとにかく神保町がやべえことになってますの。ユリネキングダムなんて地獄よりも地獄ですの。暗殺拳写真ちゃん、やっと見つけた。ちょっと魔界に帰ってて戻ってきたら神保町がこんなことになってたんだけど、何があったの？なんだ、お前か、びっくりさせるなよ。そんなに驚かなくても。何かまた悪いこと考えてたんでしょう。行くぞメデューサ。写真ちゃん、この暗殺拳をゲットし、ユリネの目を覚まさせ、元の神保町、元の写真ちゃんを取り戻す。そしてその暗殺拳でユリネをやってやりますね。いいものの、どこに行ったらいいのか分かりませんの。あ、ん？ここで聞いてみよう。私がちょっくら聞いてきますの。お前はここで待ってる。写真ちゃん、だから私とコラボすればふるさと納税でガッポガッポですの。検討させていただきますね。確認しましたが、内臓を売るような作品はちょっと。くっそ、お前が内臓とか余計なことを言ったばかりに。ん？なんだここ。パワースポットって感じの神社だね。せっかくだしお参りしよう。いるよな、パワースポットって言葉に弱い女子。浪人が活躍する人気漫画の実写に使われそうなロケーションですのでござる。そうだね。ん？どうしたの？パチンコを打てない禁断症状が出てきましたの。神保町のパチンコがあんなことになってばっかりに。星に導かれし者よ。
か私にパチンコの必勝法を、じゃなくてユリネを抹殺できる伝説の暗殺剣を授けてほしいですの。殺しちゃダメだよ、目を覚まさせるだけだ。そうだった、ちょっどうかこの通りお願いします。土下座慣れしちゃってるね。断る。そこでしよう。お前はふさわしくない気がする。そんなユリネキングダムを倒し、本やアニメでにぎわう元の神保町を取り戻したいんや。エンタメ業界と連携した街づくりを推進しているこの街と気持ちは同じやな。あんたなら分かってくれるやろ。分かった。分かったんだ。やったー。この辺だ。こめかみのこの辺ですの。うん、その辺でも大丈夫だろう。おう、目を覚まさせるだけなら第一関節までにしろ、うん、それ以上グッと押すと殺してしまう。なるほどですな。うん、まあそんな感じだ。イエーイ、伝説の暗殺剣ゲットですな。これでユリネをやっ、やっとこそ目を覚まさせることができますな。よし、神保町に戻るぞメデューサ。やめておけ。この剣法はこの辺りでしか使えない。なんでですの。阿蘇の力だ。そういうことだ。さらばだ。おい、そっち崖側なんじゃ。ああ、じゃあしょうがないですの。ユリネをこっちに呼び出しますの。伝書場と男爵、参上。ユリネに届けてくれですの。頼んだぞ。ジョイ。行ったな。行ったね。よくよく考えたら私たちだけじゃ戦力的に不安ですの。おいメデューサ、この辺に都合よく協力してくれそうな天使とか悪魔とかいませんの。お前の便利な新能力見えすぎちゃって困るので察知してくれ。え、ちょっと待ってね。猫が見えるけど。猫。あれ、邪神ちゃんね。どうしてお前たちがここに。この猫だけには山猫の王様がいてね。修行の季節になるといろんなところから猫が集まるんだよ。パンダも猫だからさ。あ、そう。神保町があんなことになっちゃったし、ちょうど修行の季節だったから来たね。キョンキョンは切れたら強いし、いないよりかはマシか。おいお前たち、私に協力してくれ。共にユリネキングダムを倒そうではないか。うん、なんで。なんでもだよ。ユリネちゃん好きだもん。喧嘩は良くないし。ユリネキングダムはやがて魔界も支配しに来るぞ。魔界中国がなくなってもいいのか。それは言い過ぎなんじゃ。そんなことあるわけ。そんなの嫌ね。私と共に戦い、ユリネの目を覚まさせ、元の神保町を取り戻し、魔界の平和を守ろうじゃないか。わかったよ。よし、じゃあ私たちは準備があるから後で集合な。どうしたの。いや、なんか王冠が走りましたの。片面が焼けてきたら味噌を塗って反対側を焼いてください。ヤマメは口から水が垂れてこなくなったら。お命ちょうだい。オリジナル？うわ、こんなところで出会える。
ここ何ですの？トンネルだよね。誰か来ますの？花園ユリネの使い魔じゃないですか。ペコラ、なんでこんなところに。住み込みバイトか？なんちゃって、はい、その通りです。え、神保町があんなことになってなかなかバイトが見つからなくて困っていた時にこのバイトを見つけたんです。こんなところでするバイトって。ニジマスの餌やりです。あ、そう。ミカエル、今日もいい食べっぷりですね。こら、ガブリエル、ラファエルの餌を食べちゃいけませんよ。こいつは戦力にならなそうだからいっか。行くぞ、メデューサ。奥にポポロンとリエール様もいますよ。なぬ？わー、ほんと綺麗だな。だからってよく飽きずに何時間も見ていられますね。確かにすげーですな。うわっ、おお、どうなってんだこれ。神の力？科学の力よ。あ、そう。問題は神の力の方だけどね。ポポロン、かまわん。うん、あの謎の落下物の影響なのか、神の力が弱まってな。何？ここに水神が祀られていることを知ってこの水で神の力を取り戻そうとしているところだ。そうだったんですの。ああ、やったな、リエール様こそ。もう湧き水詰めたい。そういえば一人足りなくないか？ピノは？ここまでは一緒に来たんだけど気づいたらいなくなっちゃって。神の力を失った私に愛想を尽かしたのかもしれんな。いや、あいつならここぞとばかりにリエールさんを。邪神ちゃん、あっ、てか展開大ピンチじゃないか。ん？ユリネキングダムはやがて展開も支配しようとしますの。リエールさんも私たちと共にユリネと戦いますの。そんなのできるわけないし。しかし、あの魔女がその気になればできなくはない気が。断る。悪魔のお前と結託し人間と戦うわけには。キンキン広場のあのパンダがどうなってもいいのか。わかった、今回だけは協力しよう。リエール様、お前たちは私をサポートしてくれ。よっしゃ。じゃあリエール様、しばらくこの水に打たれて神の力を取り戻してほしいですな。そうすればユリネなんてイチコロですな。弱ってユリネの飛行はつき、仕上げは私のドラップキックで。この壁は、あ、かつて高千穂までつなげようとしていたトンネルで水脈に当たって断念したものなんです。え、誰だお前。髪とか服装で人を認識するのそろそろやめなよ。今はこの牧場で赤牛の飼育を手伝ってるんだ。神保町があんなことになって牛乳配達のバイトがお休みになったからさ。じゃあ話は早い、共に戦いユリネキングダムを倒し元の神保町を取り戻そうじゃないか。じゃあしんちゃんがユリネちゃんに勝てるわけないだろ。うんうん、私だけなら無理かもしれないが、今回はキョンシーや天使たちも味方だ。しかも私は伝説の暗殺剣をゲットした。この剣法で飛行をつけばユリネの目を覚まさせることができ、元の神保町に戻るはず。本当はどさくさに紛れてユリネちゃんを殺したいだけなんでしょ。汗すごいよ。違いますの、湧き水ですの。とにかくユリネちゃんと戦うつもりはないよ。あの公園、あの少年少女たち、元の公園で遊びたいだろうな。ああ、もうわかったよ。あくまでユリネちゃんを倒すのは神保町を元に戻すためだからな。悪魔だけにな。ありがとうともよ。その髪色似合ってるぞ。じゃあ後で集合な。
から協力してくれ。扱いが雑ですね。じゃしんちゃん。お、先生。じゃしんちゃんが珍しくまともなことをしようとしているって連絡が来たから見に来たわよ。あ、そう、そうですな。頑張ってね。よし、みんなで戦って J を取り戻せですな。こんなところまで呼びつけるなんていい度胸してるじゃない。ピノ、どうしてそっちに。神の力を失ったふりをして、こんなよくわからないトンネルに連れてきて油断させ、ここで私をやるおつもりですわね。ユリネキングダムを全世界に広げ、天界魔界も支配してもらえば、リエール様なんて怖くないですわ。なんでヴァンパイア族もそっち側にいるんだよ。花園ユリネにはいつか我が一族の仲間になってもらうのだから、我々はその仲間になるのが当然じゃろうが。はい。で、ジャシンちゃんは？え？あれ？ジャシンちゃん？怖くなって逃げちゃったんじゃないの？オロチマル、どこ？いやー、トン！先手必勝だった！つぶる！卑怯だなー。お下がりください。花園ユリネに何かあっては父上に怒られるからな。悪魔のくせにユリネの味方してんじゃねえですの。隙を見て私がユリネをやる。とりあえずザコは任せましたの。オッケー、私が相手だ。オレ、ミノタウロス族の強さは認めます。しかしヴァンパイア族の高貴さの方がはるかに強い。それはどうかな。リエール様はお下がりください。ピノごとき、ポポロンちゃんたちだけで十分なんだから。お前たち。あの時は失敗したけど、今度こそ成功して花園さんにいいところを見せなければ。ユリネキングダム、フォーエバー。ユリネ様、出番が著しく減っている私たち姉妹、久しぶりの活躍の場ですよ。はよう。わらわもちょっとは活躍しないと。あ、あいつなら勝てそうだ。くらえ、ふわふわ魅力バーッチ。守るのも教育者の務めよ。どうか、ユリネ様。キリがないよ。困ったね。あれは。お前たち、みんな来てくれた。どや。覚めないようにしてやりますね。死ね、ユリネ。え、殺さないって言ったのに。やっぱりね。指さすんじゃないわ。だめ。それはこうやってつくのよ。なぜユリネがこの暗殺剣を。あら、素敵な駅じゃないの。
前こそがこの憲法の後継者にふさわしい。継承するがいい。で、教えてもらったのよ。ふざけんな、ケンシロウ。あんたはもう死んでいる。面白かった。帰って赤牛ですき焼きでも食べましょ。え、独裁者は？バイトでやってただけだし、もういいわ。一度やってみたかったのよね。で、これからどうなるんだ？神保町は元に戻るね。このアニメもここから続くわけ？そうね、その辺は煙に巻きましょう。だろうから何かこの町の役に立ちなさい。そうね。